ウステンボスはオランダ語で森の家を意味しておりまして、1992年にオープンしたテーマパークです。ヨーロッパの建物を模してとても美しい街並みが特徴です。ハウステンボスの中には花の王国、光の王国というような6つの王国シリーズが展開しています。その中にロボットの王国もございまして、たこ焼きロボット、オクトシェフに関してもロボットの王国のコンテンツの一つとしてオープンいたしました。アーム型ロボット、UR ロボットを活用しました世界初の、たこ焼き店になります。ハウステンボスの中でも生産性の向上を目指していまして、それに伴って、ロボット化が一部検討されていました。その中で、飲食店舗での、ロボットの導入によってもっと生産性をアップして、より少ない限られた人数でも満足いただけるお客様へのサービスを提供できるようにと導入が決定いたしました。我々が UR5 を採用した理由は、非常に信頼性が高く安定して動いてくれるという理由があったのと、あとは4坪という狭いスペースの中で効率的に稼働してくれるという点があったので UR5 を採用させていただきました。特に今回たこ焼きを焼くということで、専門 そのプロフェッショナルのたこ焼きを焼くような繊細な動きを再現できるという点では、非常に我々としては使い勝手よく扱うことができました。やっぱりロボットは硬いものが得意なので、肉だったりとか、あとタコみたいな柔らかいものは非常に苦手なので、その柔らかいものでも扱えるような繊細な動作ができたっていうのはあります。ロボットの役割は油と種の注ぎ、あとはタコ焼きを回転させるところ、あとはカメラを使ってのディープラーニングの技術で、焼き色の判定だったりとか回転の有無を見て焼き上げるところまでがロボットの仕事です。今回鉄板を2枚採用してますんで、本来はそこに合計2人必要なところを、今回はたこ焼きロボット1台でその2個の鉄板を焼くことができています。これによって精進化によって3名必要なところを1人の人員で作業することができます。また空いた時間ができますんで、お客さんの接客のサービスだったりとかコミュニケーションを取るっていうところに時間を割くことができるので、非常に有効なんではないかと思っています。逆に本来たこ焼きを焼けるようになるまで1ヶ月だったり3ヶ月、修行の期間がいると思うんですけれども、そういうものが不要であるっていうのは非常にメリットがあると思います。もうほとんどの作業をロボットがしてくれるので、もうほとんど触らなくていいぐらいなので、とても楽ですお客さん、やっぱりこうロボットが調理しているところっていうのはやっぱ見たことがない経験ですので、非常に楽しそうにしていただいてて嬉しいですね。このたこ焼きロボットの導入によって大きなメリットを生むことができれば、たこ焼きに限らずいろんな店舗で取り扱いが可能なメニューを展開できると嬉しいなと思います。